頑張って。まっすぐ、ナイスです。いやいや、ちょっと足に力入れてしっかり打ちました。お、ちょっと戻ってきましたね。はい、戻ってきました。5番ウッドです。多分180ヤード。え、やばい。左キック。あ、手前でしたね、全然。全然手前でした。難しいですね。難しいですか？砂ですね。あ、ここでも傷つけたらよくないんで、パターで打とうかな。し、ダフりやすいんで、こういうところは。パターで寄せる感じでいきます。寄せてボギーにしたい。今日パサが合いませんね。なんかね、汗より重くなった気がする。あと2ホール。はい、あと2ホール。はい。でリンゴルフ王もあと2問です。お、リンゴルフ王はあと2問です。なのでこのホールはいやります。はい、OK です。はい、次はゆいちゃん。お、ゆいちゃん、ゆいまる、ゆいまる、みんな大好きゆいまる。はい、うん、2020年9月の15日はい、竹村誠プロと回ったラウンドです。はい、その時に、はい、関西弁うんの話になったかと思うんですよ。あ、結構いろいろ喋ってましたね。喋ってました、うん、その中でおぼこい、うん、おぼこいっていう、うん、方言そうが出てきたと思うんですけど、はい、まあ、それはどのような意味でしょう。おぼこい、なんだっけ。君おぼこいねみたいな感じです。かわいいね。あー、それできます。違うな、きっと。おぼこい、なんか全然違った気がすんだよな。え、かわいいねだったかな。かわいいね。おぼこいね。おぼこいね。じゃあ答えを言っちゃっていいですか。はい、お願いします。正解はですね、幼いでした。残念。ちょっとでもあれね、関西の人たちは分かるんだろうね、多分ね。あ、そうだね、これで答えられちゃう感じだと思うんだけど、うんうんうん、そう、そっか、他にも言ってて、それはなんとなく、あ、なんとなく分かるなって感じだったんだけど、うん、おぼこいは、あ、そうなんだと思って、そうなんだって思った気がするけど覚えてないです、うん。おぼこいです。おぼこいです。わかりました。全然ダメだわ。全く覚えてない。だからさ、結構さ、記憶飛ばしてくタイプだから。お酒で。違う、まあ、それもあるかもしれない。頭悪くなってる多分。なんか終わったからもうどん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 記憶飛ばしてってる。うん、でもわかるわかる。なんかさ、なんか溜めないみたいな。そう、捨ててって、すぐ捨てて、すぐ捨てて、捨てて、捨てて気持ちでやってるからさ、その時はへーとこうやってリアクション取るんだけど、全く覚えてないです。了解です。よし、行きますか。5番ユーティリティで150ヤードぐらい右側から攻めていきたい。28ぐらいの、どうですか。え、
ちょっと大きかったですね。ちょっと大きかったです。います。後発です。惜しかった。バーです。ああもうバーディーかと思った。ちょいダフりながら打つ。パー。です。わお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 。いきなり始まりますよ。よー。クイズリンゴルフ王、イエイ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 、はい、第10問最後の問題です。はい、お願いします。はい、いつもいつもお世話になっております、はい、アコーリアゴルフさんをテーマにした問題です、はい、おー、何でもかかってこいや、ね、アコーリアさんのそうですねところですね。はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあいきます、問題いきます。アコーリアさんからリリースされているゴルファーズプラスカード、はい、これ結構みんな知ってると思うんですよね。いっぱい、確かにいっぱい冒頭にね、そうしつこいぐらいに冒頭に入れさせていただいてますからね。はい、ゴルファーのためのカード、ゴルファーズプラスカードがですね、3つの機能が備わってます、うん、はい、でついてますね。視聴者さんはこの機能一つでもいいから当たったらいいなと思って、はい、でもじゅんちゃんはまあ言えますよね。ちなみに、いや言えると思うんですけど、ちょっと心配だな。でもさっきすぐ忘れちゃってたもんね。そう、飛ばしちゃってるから常に。一つポイントがたまります。はい、正解です。2つ、クレジットカード機能がついています。正解です。3つ、ゴルファー保険がついております。大正解です。イエーイ、はい、まあ、どれかね一つでも合ってれば、はいはい、そうですね、OK って感じで、まあ、そのカード持ってればチェックインの時も紙書かなくていいし、まあ、ポイント貯まったらそのポイントでラウンドすることもできるので、まあ、一番はゴルファー保険がついてるっていうのがすごいいいところだと思いますので、何かあった時に保険入ってないと大変なんで、まあ、ぜひね皆さんもねカード入会して素晴らしいゴルフライフをお送りください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じでね、はい、リンゴルフ4は終わりで、じゅんちゃん何問ぐらい、4問ぐらいかな、5問だかいかないかでね、うん、4か5だよね。いや結構昔の動画とか覚えてないし、細かいやつ分かんないね、うん、まあ、なんかこうコメントに何問当たったとか言ってもらえると、あー確かに嬉しいなって。いいね、うん、どんぐらい、8問とか当たってったらすごいよね。多分前半結構難しいっていうか、うん、多分演者よりも視聴者さんの方が知ってる説ある、うんじゃない、うん、多分みんなゆっことかも全部動画見てないと思うし同じ内容やってみようか、ゆっこちゃんにデジャブなのね何だっけとか言ってゆっこもそうなる。でもみんなもう、ああその問題ねみたいな答え分かってるからね、うん、それは面白いかもね面白くないかもしれない、考えみんなで考えたら面白いかもね、うん、まあちょっとね少しまた問題変えて、うんうん、また今度そうですね、うん、リンゴルフを面白かったですね。ありがとうございます。はい、はい、山ちゃんありがとうございます。とんでもないです。はい、最終ホール頑張りましょう。はい、ちょっと待って、今スコアは、スコアポチチェック、あ後半8オーバーなんで、このままパーで上がれ、ちょっと暗くて見えなかったな、パーで上がれば末広上がり44448488でもありますね。まあ、ボギーでも45なんで89なんで、まあ、ここは頑張ってパーかボギーでダウンを叩かなければ80台でもあります。これですこれ、山ちゃんの名前出てるけど大丈夫いやいいけど、このパワープレイは嘘です。あそうだね今日プレイしてないっす。そうだねよし打っていく。
けるよね。ハーフですね、最後503ヤードあります。ここね、長い、うん、できれば右ね。え、もうやだ、まあ、いっか。ドラマを作ってる感じですね。あ、そうそう、やばいよね。せっかくボギーで上がっても89なのに、いや、ちょっとダボの可能性が出てきたちょっと今ダボの可能性が出てきてる。うわー、なんでかな。ちょっとあれですね、難しいところに入っちゃいましたね。土なんでね、しかも。まあ、幸い前は抜けて。ああ、でもそうっす、打つ場所がちょっと難しいって感じですね。そうですね、この下がカラスに襲われるかもしれない。いやっ巣があったりしたらさ、そんな時期じゃないか。いきますね。はい、の方にパーンと打ちたいですね。やばい、うん、いいの、うん、あ、止まれ、止まれ、止まれ、おぉ危ない、伸びてきたラフの恩恵を。危ない、いや、ギリギリ行け、免れた。乗せて、フリーオン。じゃあ、親父ギャグの出番じゃないですか。なんだ、まだいけてるってこと？いける、まだいける。あ、まだいけるってことですね、リサちゃんの名言。リサちゃん、ありがとうございます。この間ね、久々にリサちゃんとプライベートでゴルフ行ったんです。お、相変わらずうまかったです。あ、本当ですか。はい、でももうリンゴルフには出ないって言いましたどうしたんでしょうねどうしたんでしょうね、まあ、そうそうそう、どうしたんで、まあ、でももうリンゴルフには出ないって言ってましたね私は聞いてないよ。ただ一緒に回った人が、もうリンゴルフ出ないのって。あ、もう出ないかなってって言ってました。1、2、次3打目でしょ。チャンスですね。160ヤードぐらい、もうちょっとあるか。ここは、うん、5番ウッドで打ちたいんだけど、なんか心配なんで。7番ウッドで手前に安全に置いてからアプローチ、また手前だ、アプローチしてからスーパットボギー的な感じでいけたらいいんですけどね。センターまで184って出てるよ。そうだよね、うん、ワンチャン5番ウッドで打てば乗るんだけど、ね、打つ5番ウッドで、やっぱいっか、やっぱりここは5番ウッドで狙っていこう。このお、いいよ、距離、あ、でも惜しかったです。ナイストライですね。ありがとうございます。惜しかったですね、うん、5発で、うわ、これ悩むな。低く出すか、低く出して転がしながら乗せていくタイプのアプローチでいきたいと思います。ラフあたりに落としていきます。あー、それでもちょい、これ
それでも辛い。いや、なんかちょっといい距離を。でもちゃんと宣言通りラフに落としたでしょ。うん。ここに一回落として、それでも硬いよね。カップ 1.5。さあ、これを入れれば88。すごい宣言通り。やったー、パーです。しゃー、いやー、最後だけちゃんと集中して打てた気がしますね、パターね。いつもさ、やっぱ4人とかで回るからさ、グリーン結構見る時間あるじゃん。うんうんうん。1人だとさ、なんかボールの場所に行って下がって合わせて打つみたいな、うんうん、やると全く見えないね。あ、そっか、時間がね、かける時間が全然変わってくるもんね。待ってる間にずっと見れるもんね。そうで、見てて、あっちからこうだな、あっちからこうだなとか参考にもなるしね。そうそうそう、やるけど、まあ、今回それがなかったから、なんか意外とパターが全然分かんないまま打っちゃうっていうので戸惑いましたね。でも最後はパー取れた、しっかり締めてきました。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、初めてに近い一人プレイでした。結構ね、待ち時間もね、長かったんで、こう疲れましたね。やっぱリズムが遅くなっちゃうんで、遅くなっちゃったら待ち時間が多くて、リズムがっていうね、ちょっと語彙力がなんか疲れてる。疲れたよ。で、スコアは4444の88ということで、まあ、目標88キルができなかったけど、一応88で回ることができました。あとで、ね、途中にやったクイズリンゴルフを皆さんどうでしたか。はい、どうでしたか、山ちゃん。まあ、僕自身はまあ、途中でも言ったんですけど、いろいろな動画を、まあ、見たりして、まあ、歴史を感じることができて面白かった。面白かったよね。私もなんか、あ、そんなのあったっけなって思いながら、思い出しながら、その時こんな時期だったなとか思い出しながらなんかできたので、すごい楽しかったです。思い出から話しやすいし、話しやすかったです。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。